ダチョウ肉を使ったコンソメ風味唐揚げ。材料紹介です。約3人前です。ダチョウ肉 300g、 調味料としておろしにんにく小さじ2、コンソメ顆粒大さじ1、醤油大さじ1、酒大さじ1、片栗粉大さじ3、薄力粉大さじ3、油、こちら分量外になってます。まずはじめにダチョウ肉を一口大の大きさに切りましょう。細かく切れ込みを入れます。このように細かく隠し包丁を入れると唐揚げが柔らかく仕上がります。おろしにんにく、コンソメ顆粒、酒、醤油を加えます。肉に味が染みるようによく揉み込みます。ラップをして冷蔵庫で1時間以上置いておきます。片栗粉と薄力粉を加えて混ぜます。油を180度に熱し肉を入れます。強火のまま45秒から1分弱揚げます。衣がきつね色になっていれば OK です。揚げすぎると肉が硬くなってしまうので注意してください。揚がった唐揚げを盛り付けます。完成です。